あなたは？灰の魔女、イレイナです。私も灰の魔女、イレイナなのですけど。そうでしょうね。私、別にもう一人の自分に会いたいとか願っていないんですが。私たちもですよ。たち？私って全部で何人いるのですか？全員で何人かは分かりませんけど、ここにいるのは15人です。15人？うっ、皆さんお静かに。紹介しますね。こちらが16番目の私です。あ、どうも。おお、あなたも私のコスプレしてるじゃないですか。無許可とはちょっと下せれませんな。使用料取っちゃいますよ。期価100億倍です。テンションが高いので。灰の魔女ならぬ、灰の魔女イレイナです。灰の魔女。ふぅ、よろしく。そこにいるのがアホの子の私。こんにちは、16人目の私。あ、誰もいない。よろしく。わぁ、痛い。アホというか、ドジっ子というか。こっちが女の子大好きな私。16人も私が。ああ、私がいっぱい。もしかしてここって天国？女の子大好きというか、自分大好きというか。こっちは胸の大きさに異様なコンプレックスを抱いている私。あれ？あなたも私と同じ私のはずなのに、どういうわけか私よりも胸がしぼんでますね。どうしたんです？ちゃんと牛乳飲んでますか？待ってください、私の胸。虚しい。ちょっとやさぐれた私。あ、私の胸。何ガンつけてんですかこの野郎。やりますか、やっちゃいますか。その奥がいやらしい私。ここにいる私たちから金をかっさらえば大金持ちに。いつもと同じ私のような。こっちは痛い私。私の目に閉じ込めた黒竜さん的なあれが皆さんを襲おうとしています。離れて。こっちは恋する乙女の私。さやさん、さやさん、さやさん。なぜさやさん？そこで隠れてるのが心に深い闇を抱えた私。死にたい。何があった？心に深い闇を抱えた私、2人目。やだ、外怖い。なぜ旅をしているのか。心に深い闇を抱えた私、3人目。もう嫌です。ここにいる私全員死ねばいいのに。深い闇を抱えすぎでしょうに。あっちは外国人かぶれの私。ハラッシャー。なんでしょう。こっちはゲル状の私。もう人じゃない。こっちはグールになった私。なんでだ。そして私は知的な私。自分で言っちゃうんですね。事実ですから。で、そちらの私にも何か呼び名をつけたいと思うんですけど、皆さん何がいいですか？16人目の私にはどのような個性があると思いますか？眼帯も不安もない。なるほどなるほど、ありがとうございます。参考になりました。何がどう参考に。ということで、主人公の私という呼び名にしたいのですけど。